よみがえる神話狼実況プレイ、皆さんはこんにちは、マラニーです。ということで今回も狼の実況の続きをやっていきたいと思います。前回ね、この信州平原のたたり場を払ったところで終わりましたが、今回は探索していきたいと思います。でね、この人前回話しかけられなかったんですけど、話を聞いてみましょう。行商に、はて私は何をしてたんだっけ。確かこの信州平原でものすごい怪物のうなり声のようなものを聞いて、このサイの目の下に逃げ込んだんだっけな。ちょうどいいや、縁起も良さそうだし、ここで店を開こうかな。ワンコも使いの用事があったらここで済ませていきなよ。そうだ、お前に言葉が伝わるかわからないけど、お前の鼻を見込んで一つお願いをしようかな。何何？もしもその辺で綺麗な壺や皿なんかを見つけたら、そのまま放っておかないで私のところに持ってきてくれないかい。もしも価値のある骨董品だったらちょっとお小遣いをあげるからさ。売る専門の道具みたいな、そういう感じかな。骨董品？あまこ、そういやそんなようなものも拾ったっけな。え、拾ったっけ。まあ確かに壺なの皿だのはお前が持ってても役に立たないから、とっとと売っ払って金に変えちまおうぜ。せっかく集めたものを手放すのが惜しいって気持ちもわかるが、集めた骨董品の目録はちゃんと道中奥義の中に残るから心配すんない。はーい。さっきからブツブツとどうかしたの。もしかして早速拾い物を譲ってくれるのかい。じゃあどうせなら譲ってみましょうかね。売る道具あんの。あ、違うじゃん、持ってないね。じゃあ買う。なんかあんまりこの前のとこと変わってない気もするけど、じゃあ餌袋買ってこうか。2個ずつにしようかな。はい、買って、肉はあって魚、はい。おう、まあこんな感じで、そんで、あ、ちょ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 、あ、どこで地図見るんだっけか。あれ、どこで見るんだっけ。あれ忘れちゃったよ。違うな。あれ、こっち、あ、これだこれだ、わかったわかった。じゃあまずあの丸がついてるとこ行ってみようかなって思います。あのね、赤丸、つつつつつ、危ない危ない、妖怪に捕まるとこだった。いやー綺麗ですね。あれ、地図が出ない。この先かな、ここですね。あ、なんだこりゃ。ん、なんだあの古びたもんは。あからさまに怪しい見てくれだけど、なんか人玉みたいにすっげー飛んでっけど、あの周りに渦巻いてる容器も半端じゃないぜ。かといって狼様が避けてちゃう格好がつかねえし。どうする、あまこ、あの門くぐってみるか。よっしゃ行くぜ、冒険者。はい、オッケーオッケー、これ戦いね。てい、そいや、あと1回、セキン、オッケー、いいんじゃない、終わりかな。待つか。まあでもね、痛手は受けてないんで、まあいいかな。おお、髪おろし綺麗ですね。はい、幸せいっぱい、お腹いっぱい。なるほど、あの門は妖怪どもの住処だったのかよ。さながら鬼の住み着く羅城門ってところかい。妖怪どもめ、あんな大層な門を追っ立てやがって、不定やつらだ。目障りだから見つけ次第片っ端からぶっ壊していこうぜ。まあね、こういうのは裏でやってってもいいかなって思ってます。おお、なんだこれは、これ何、すっごい綺麗なんだけど。よいしょ。じゃあ、おっ、おっとっと、ずいぶん物々しい看板が立ってら。あまこ、ここは道場って言って、人間たちはこういう場所で剣術や体術を学んだりするのさ。まあ人間がお前にそんな稽古をつけてくれるのかわからねえが、愛想振りまいてりゃちっと遊んでくれるんじゃねえか。はい、ちゅうことで寄ってみよう。でその前にこの子たちに餌をあげよう。豚さんは豆かな。はい、イノシシと一緒だね。はい、これスキップします。
おお、なんだこれ。今めっちゃ足跡つけれた。はい、じゃあ入っていこう。お、なんだなんだ、人がいるぞ。小塚おにぎり祭。ほうほうほほ。これは可愛らしいおかみさんがやってきたの。わしの名前は小塚おにぎり祭。美味しそうな名前ですね。ここはお、ん、小塚流武術道場さ。じゃあじゃあ師範ってことかな。小塚流当主小塚おにぎり祭。してオオカミさんやこんなボロ道場に一体何用かな。まさかこの道場に武術を学びに来たんじゃあるまいの。その通りですけど。え、学んでいく。ほほほ、こりゃ物好きなオオカミさんじゃの。しかし可愛らしいお前さんと遊んでやりたいのは山々じゃが、危険な稽古で怪我をさせてはいかんしの。優しいなおじいちゃん。そうじゃ、稽古代がちと高いんじゃが、お前さんに払えるかの。いくら。お、これはかわす攻撃じゃない。これそれは攻撃じゃない。第4段ん4段目の攻撃。はあ、はあはあ、どうしよう、かわす。でも私ゴリ押しだからな。4段目の攻撃にしようか、とりあえずね。なんとお前さん本当に稽古台を用意しておったのか。そうか、そこまで言うのならば仕方がない。望み通り、わしが直々に稽古をつけてやろう。うむむむむ、お願いします。うおーうおーうおお、すげえな、じいちゃん頭回ってなかった今。すごいな、貴様は覚悟はできているだろうな。ではこの中へ入るがいい。待って、そのあのさ、4段目とかよりおじいちゃんのさ、あの頭の仕組みがすっげえ気になるんだけど。どういうこった。でで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 、それでは稽古を始めるぞ。貴様が今から習得するのは神業、鏡技思考だ。なんか口調もだいぶ変わってんねん。まずは極意習得の心得をしっかり頭に刻みつけろ。はい、極意。四角ボタンを押して攻撃を開始、連続してタイミングよく、はい、四角ボタン繰り返せば4段までつながる。はい、華麗な連続技で敵を撃つ。はい、大丈夫です。しました。いつもやってることっしょ。うむ、よかろう。それでは貴様にこの技の指南書を授けよう。友人の魂を忘れかけた時はこれを見て熱き心を思い出すのだ。はい、ありがとう師範。次はそれを体でもって理解するのだ。さあ始めい。うわ、すっげえ、すっごい、なんだこの仕掛け。あ、ちょっとダメか、ちょっと待ってよ。狙いをつけて1234、 OK、 成功。まあ、こういうことですよね。うん、そうだ、その調子だ。スパルタっぽいな、このおじいちゃん。よし、1234、いいね、気持ちいいね。オッケー。あ、まだ行くんか。これなんかやるんだろうな。てかこのカカシもすごい精神力。すごいな、何回切られても立ち直る、起き上がりこぼし的な。どうした、その程度か。なんでなんでなんで、何回やんのこれ。ごめんね、カカシさん、なんか何回も付き合ってもらっちゃって。はいはいはい、ありがとう。え、これまだやんのかな。これもしかして成功したら出てっていいとかそういう感じ。出れる。あ、言ってしまで、出れるんだ、出れるんだ。言ってしまったか。狼をたとえ一つの技を極めようとも、己を磨く心をなくしたらそこで無事は終わりだ。貴様が無事の魂を忘れねえよう、わしは祈っておるぞ。ありがとう、ありがとう、おにぎり師範。なんだっけ、おにぎり祭か。おにぎりさんでいいや。オッケー。じゃあ、ちょっと間違えた。あ、優しいおじいちゃんに戻ってる。よーし、じゃあ今度はどこかな。他のいっぱい赤丸ついてんね。じゃあそこ行ってみようか今度は。この上を登って、あ、お馬さん、お馬さん、
お馬さんがいるよ。餌餌餌。何食べる？草？あ、草だ。あーもう超かわいい。お馬さんめっちゃ好きなんですよね。乗馬とかやりたい。てん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 。この足跡もかわいいしね。おーかわいい。もう超かわいい。はい、寄り道をして、こっちかな。妖怪がいる。この先に、あ、夜か。スキップ。この先に赤丸ついてますね。じゃあ行きましょうか。ゴーゴーレッツゴー。池かな、海かな。ここだね。看板。伊沢酔神社。ここはこの先の伊沢酔の祠に訪れる旅人をお祓いする神社だぜ。なるほどね。じゃあ入ってみよう。ん、誰かいるよ。めっちゃなんか祈祷師みたいな人がブンブン振ってた。困った困った困ったことになりました。なんかすごい頭、脳みそがぐちゃぐちゃになりそう。ちょっとグロいこと言ったな。はい、三日月さんね。おや、こんな神社に珍客が迷い込みましたね。噛みましたね。ちょうどいい白い狼や、ちょっと私の話を聞いてください。外に広がるのはこの中津区に最大の湖ね、ハラミ湖。その真ん中には伊沢酔の祠という古い祠が建っていたのですが、それがいつの間にか跡形もなく消えているではないですか。その祠はイザナギ様と知らねえ様が退治した恐ろしい怪物を祀るもので、怪物の魂を沈めるための宝剣つくよみが収めてあったのです。はい、その怪物の名は、いや口にするだけで呪われます。ともかく一体どうして祠が消え失せてしまったのか。いつもは陰陽師の牛若殿が祠の警備をしているのですが、都へ帰って留守の時に限ってこんな騒動が起こるなんて。うむ、そういえば何？続きは？最近この辺りにも妖怪が出没するようになったのですが、特にしつこくいたずらをしてくるならず者妖怪がいるんです。もしかしたらあの妖怪たちの仕業かもしれません。いえ、この際そうでなくともあの者どもに怒りをぶつけましょう。なんか理論的には最悪だなこの人。そう考えてすでにならず者妖怪の名前を書いた手配書を用意しました。うん、鬼金棒の鬼丸、障子破りの琵琶丸、格子抜けの悪像、源太刀の伊蔵、地団田の当屋が妖怪手配書ね。ならず者の妖怪たちには神の導きで何か目印がついているでしょうから、ほうほう、出会えば一目でわかるはずです。といってもこの者どもは用心深いので夜しか現れませんが、今夜だよ夜。では狼や、どこか目立つところに手配書を貼ってきておくれませんか。勇気ある者が必ず力を貸してくれることでしょう。はい、妖怪手配書もらいました。神のご加護がありますように。ママ子、こりゃおいしい仕事だぜ。この手配書オイラたちが預かっておいて、ならず者の妖怪たちを退治するってのはどうだい。どうせ妖怪の方からやってくるし、ご褒美も期待できるしな。ま、夜しか現れないみたいだからぼちぼち探してみようぜ。サブイベント的ななんかかな。どうしよっかな。これはもしかしたら裏でやるかもしれません。なんだなんだ、もう出てくるの。格子抜けの悪像が現れた。なんだこれ、なんだあの妖怪。体に浜屋が刺さってるぜ。よく生きてんな。浜屋は人間の強い情念が生んだ当麻の神器、つまり誰かの恨みを買ってる目印ってことだ。神月さんだっけの恨みでしょうねきっとね。よし、やっちまえ甘子。あいつだけは絶対逃がすんじゃねえぞ。わかった。よいしょ。あ、無駄だからこれを最初に切っちゃって、よいしょ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 。はい、思考もねバッチリここで OK。 倒したかな。格子抜けの悪像を退治した。やったね。お前ももう終わった。終わったね。はい、神。あ、サチ玉ももらえる？あ、もらえないかな。思った通り、今の野郎は手配書のならず者妖怪じゃねえか。
たまたま見つけたようなもんだけど、とにかくこれは儲けもんだい。早速お前が持ってる手配書から退治した野郎の名前をスパッと消しちまうぜ。了解。さあこれがさっきの野郎の顔が描かれた面相書きだ。みんな一緒の顔してない？お前の手柄なんだから自分の筆で名前を消しな。誰だっけ。あ、格子抜けの悪党だ。この名前を消す。イエイ、いっちゃがりっと。この調子だと全部の名前を消すのもすぐじゃねえか。ならず者妖怪どもを片付けて神主様のところへ行ったらなんかご褒美でももらえるかもな。やったね。じゃあこれは裏でやっとくかな。まあ実況中にね、運よく現れてくれればそれが一番ね、まあいいとは思いますが、意味もなく足跡つける。はい、いざ酔いの祠入り口やってまいりました。あれ、確か鳥居をくぐったら細い道が続いていて、その先にはいざ酔いの祠っていう小さな祠が立っていたはずだけど、あそこに見えるでかい山はなんだ。 いつの間にハラミ湖の真ん中にあんなもんが現れたんだよ。いざ酔いの祠っていや、イザナギ伝説の怪物が祀られてる場所だ。あのでかい山、オイラの知ってる小さい祠に比べりゃよっぽど様になってる佇まいだぜ。はいはい。で、赤丸ついてないけど行ってみようかな。よし、じゃあ他の赤丸ついてるとこ行こうかな。ここを出て右じゃない、左左左。あ、宝箱めっけ。よいしょ。絵付けの秘訣、さすらいの絵師が描いた絵巻物道中、はいはいはい道中、はいはいはい。この辺、ここだよね、赤丸ついてるのは。これこれあれじゃない、なんか桜花でさ ぐちゃぐちゃって濡れってやつでしょ。よいしょよいしょ、こんな感じ。え、ダメ。あっと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 、あ、違う、もうちょっとこっちか。よいしょ。炭がなくなるまで OK。 はいはい、綺麗になった。何これ、調べる。おや、この地面ずいぶん派手にひびが入ってるな。掘れないのかな。これくらいの弱った地盤、どえらい威力の技でもあればドカンと一発爽快に吹っ飛ばせそうじゃねえか。はいはい、掘れない。あ、掘れない掘れない。よしちゃん、まあここも今は何もないから次はあっち側ですね。橋を渡って、うん、行こう行こう。ちょっと君たちはね、私が後で一人で相手してあげる相手してあげるんでね。こっちこっち合ってる合ってる合ってる。よーし。うわー、いや、追ってくんの追ってくんの怖っ。イベントかな。あ、なにこれ。うわ、金魚なにこれ、金魚だよ。ムクロ金魚って読むのかな。敵だよねこれね。よし、じゃあやってこう。よいしょ。どんどん覚えたての技思考を使っていく。うっ、なになになに、爆発したけど。まあとりあえず神だね、よかったねびっくりしたな。え、何もないの。まあいっか。じゃあここ、あ、宝箱めっけ。オロチ伝説、はいはい。これは伝説読んでみようかな。違うな。絵巻物、んー、どれだろう。伝統絵巻物だね。オロチ伝説。中津国に広がる信州平原、そこにひっそりと佇む陥落神木村。
この村は古来より悲しき因習を背負っている。毎年祭りの夜になると村に大王者ヤマタノオロチェが現れ、若い娘の家の屋根に白羽の矢を打ち立て、煮えとして娘を召し取り、その魂を食らって生きながらえる。この忌まわしき習わしはイザナギがオロチを滅ぼすまで100年続き、今も神木村にはその悲しい記憶を風化させないように伝承として残されている。十五夜の満月が昇る頃、八つ首の上場に現れて、忌まわしき骨毒の浜屋でちぎりの煮えをエリーデム。愛するイザナミのためにオロチと戦ったというイザナギ、彼の英雄譚を掲げて戦ってあげた語る。その前に、99人の尊い犠牲がありしことをわしらは夢忘れてはならない。そうですよね、イザナミは助かったとしてもそれ以前の、ね、犠牲になっちゃった若い女の人たちもいるわけでしょ。でこれ誰、玉屋、うぬぬぬぬぬぬ、おかしい、そんなはずはねえ。なんかこれベレー帽みたいじゃない、なんか光ってるけど、うぬぬぬぬ、俺の設計に間違いはねえんだ。何、おい兄さん、ちょっといいかい、ん、なんだこの辺とかの火の玉は、誰が火の玉だ、おいらは旅屋市のイッスン様だい。てか、なんでイッスン光ってんだろうね。ホタルじゃないよね。タマムシだもんね。おお、おめえ、なかなか燃えてやがんな。俺の名はタマヤ。炎の花火師タマヤタは俺のことよ。あ、花火師さんだったんだね。はい、タマヤさん。聞け、お前ら。俺は今、どえらい玉をぶち上げようとしてるのよ。みんな、あの壁に貼ってある設計図を。はいはい、これね。あれは俺が花火師人生をかけて考え出した花火の設計図で、その名も真夜中の爆裂ボーイなんでボーイってっていう打ち上げ花火さ。だがな、設計は間違ってねえはずなのにどうしても完成しねえんだよ。はっ、おい犬ころ、おめえいい目をしてやがんな。燃えてる、おめえの目も燃えてやがるぜ。熱い男ですね、玉屋さん。その目に見つめられたら俺の作品が完成するかもしれねえ。頼む犬ころ、俺の一世一代の大勝負見ていってくれ。花火師玉屋、行きます。大輪一番星、真夜中のバッツじゃ爆裂ボーイの舞。ネーミングセンス、ごめんねあんまり良くないんじゃないかな。うわうわ、どこに隠し持ってたんだそんなもの。何、筆を持つ。あ、そうかそうか、これ知ってる知ってる。あ、やっちゃったよ。ちょっと待って、もう一回やらせて。で、はい、いいんじゃない。こういうことですね。あの壁に書いてあったあれはね、これからわかると思いますがね。てかめっちゃ綺麗やな花火。おお、こりゃすげえや。あまこかわいい。あの玉屋とかいう兄さん、ちょっと抜けてるけど腕は一流だな。ん、あの光は。あ、そうそうそう、これで新しい筆調べがね手に入るんです。来たぜあまこ、また星座だ。よっしゃよっしゃ。これはここと、あ、ちょっとずれたずれた、ここと、ここ。オッケー。お、イノシシだイノシシ。あ、なんか後ろにちっこいのいっぱいいる。なんかかわいいねこの神様たちもね。爆神、おお我らが地母アマテラス大神、世の中の人の心はめかるれば、忘れぬべきものこそ、ものにこそ雨れど。我が君雲隠れたまいて、目こそ隔つとも、なんでう心隔つや。いざこの爆神、ただいまおもとのもとへ帰りつかまつりて、手形の筆技つじみでささやげたてまつらん。お茶目やな。ああ。バック。めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い。おいおいおい、また新しい筆技が戻ったのかよ。
今の爆神はその名の通り爆発の筆技テカ玉の神様。きっと玉屋の兄さんの情熱が筆神様の力を蘇らせたんだぜ。それじゃあ早速そのテカ玉の力を試そうじゃないか。そうだ、そこのひびが入ってる壁、あそこにテカ玉を仕掛けてみたらどうなるんだ。ごくり。よし、じゃあやってみよう。テカ玉、あれ、オッケー。あー綺麗、鼻。あ、穴が開いた。ひびの入った壁を吹き飛ばしちまったよ。さすがテカ玉、どえらい破壊力じゃねえか。これなら妖怪だってぶっ飛んじまうぜ。これだけの威力、最初はちょいと扱いに手こずるかもしれねえが、自在に描き出せるようになりゃこれほど楽しい、頼もしいものはねえや。そうだね、よし。これきっとあれだろうな、テカ玉の使い方違った。エトの置物ね。エト十三宝のうちの一つ、ねを模した愛嬌のある一品。あ、エト、あ、そうだそうだ、確かね、この筆技はね、なんかこれまでエトのね動物が多かったと思うんですよね。ネズミだったりタツだったり、今はイノシシですしね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、今回はこの辺にしていこうかな。あと次回は神木村にもう一回戻って、あ、朝かな。はい、そんでさっきねできなかった赤丸んとこをやりたいと思います。ってことで今回はこの辺で終わりにしようかな。ちょっと長くなっちゃいましたが、新州平原多分これでまあチェックすべきところはね、チェックし終えたと思うので、あと指南書じゃない手配書の方もねできるだけやっておきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね。